ラスが溜まりました。さすがにラージチェスト2つだけだとすぐに溜まるな。まずはガラスの保管庫を確保しましょう。アイテム保管庫を設置していきます。場所が狭くてガラスを少し割る羽目に、ベルトコンベアを伸ばせばいいのに。残念、ベルトコンベア最大延長済みでした。デポト。ファンネルを設置して、ガラスを取り出しやすくします。1スタックずつ搬出する設定にしておきます。ここの搬出数設定は別にしなくてもよかったかもな。搬出数設定といえば、ここの完成したガラスが1個ずつしか輸送されてない問題がありました。そのせいで搬出できてないブロックもバッファに溜まっていく始末。この症状は、1つのレーンから1ブロックずつ流れてしまい、他のレーンのアイテムがその間に入り込めないことが原因になります。こんな感じで一つのレーンしか動いていません。この対策で手っ取り早いのはバッファから出てくるブロックを多めにすることです。この詰まる問題はアイテムが一つずつ輸送されてしまうのが問題だから、元々の搬出数をいじれば簡単に解決するな。これで詰まることなくアイテム保管庫に送られるようになりました。ま、ここの加工速度が意外と遅いので改善の余地はまだありますけどね。アイテム保管庫の唯一の弱点、それは中のアイテムを直接確認できないこと。どのブロックがどれだけ入ってるのか確認できないのは辛い。ので今回はディスプレイで中身を確認してみようと思います。大体これ使うよね。ディスプレイはここに、動力は水車。麻酔中なら一番楽だよな。バージョンアップで英語の名前が変更された行き来スイッチと、ストックファイルで覚えてたからちょっと探すのに手間取ったのは内緒。コンテンツオブザーバーを準備。はい、これもスマートオブザーバーに名称変更されてます。これをアイテム保管庫につけて。おやおやおや、行き来スイッチもコンオブも瞬間移動機能が追加されたのかな。なわけないだろ、とうとうこのワールドにも新たな不具合か。このワールドいつも壊れてんな。とりあえずもう一回作ってみるか。あって元に戻ってきてる。よかった消えたわけじゃないのか。この設置したブロックが消えて時間が経ったら手元に戻ってくるバグ。確かバニラでも発生するバグだったような気がします。なくしてなくてよかった。ワールド破損じゃなくてよかった。それ大事。上のパーセンテージが保管庫使用量、下がガラスの保管量です。まだ 5% しか入ってないのか。意外と保管庫にアイテムは入ります。ただこれは左側だけの数値、右のアイテム保管庫はまだ表示していません。ので、まずはディスプレイを分割して、両方の保管庫の保管情報を表示するようにしてみました。それぞれだいたい7500ブロックくらい保管されてるのか。もうすぐ 10% になりそうなので、満杯になる未来もそう遠くないでしょう。ちなみにアイテム保管庫の最大保管量は、1620スタック、10万アイテムちょっとです。それが2つあるから20万保管できるのか。いる。ないよりはマシだから、特にこの海底施設ではおそらくたくさん使うことになると思います。実際に今から使いますからね。ということで次の作業に移りましょう。ここに、書き込みに結構時間がかかる概略図が存在します。矢印の進み遅いな。つまりそれだけ大きなものを作るわけですね。その概略図を4枚準備。あ、なんかしょうもないこと始めそう。この概略図がどんなものかというと、こんなもので出かけりゃいいって問題じゃないんだよな。大きさ的にはベルトコンベア工場の約4倍。これは普通に野球場だな。これを駅の先に作っていきます。あ、でもちょっとずらしはします。ブロックを設置して設置ミスがないように。あんなでかい建物がずれたら目も当てられないぞ。そして設置ミスが発覚。早期発見してよかったね。設置し直して位置調整。概略図法を準備して、この中に概略図をセット。ところでこの概略図法にもアップデートがありまして、今回のクリエイトのアップデの目玉。このクリップボードを活用することができます。目玉なのに登場遅くね。あんまり使う機会なかったから、このクリップボードはいわゆるチェックリストで、こんな感じでやることをメモしておいて、終わったものをチェックしていって作業の進行を確認するというアイテムです。いろいろ忘れがちな当チャンネルにうってつけ。このクリップボードを概略図法の右上にセットすることで、素材チェックリストとして書き出してくれます。この素材チェックリストは、概略図法で建物を完成するために必要な素材をチェックリストとして記入してくれています。この場合は縁付きガラスが29000弱必要ということです。いや多いな。スタック換算もしてくれる親切設計。準備してたらガラスの保管量も結構増えました。もう4分の1埋まったのか。片方の保管庫だけでガラス渡りそうですね。ま、もう1個作るんですけどね。こりゃあのガラス生成速度もうなずける。確かに必要そう。製作範囲の中に建造物発見、チェストも発見。
ちょい使えそう。未だに修繕のエンチャホン手に入れてないからな。最近必要性を感じなくなってきました。外略図法のセット完了。念のためにもう一回素材チェックリスト使ってみようかな。ふんふん、さっきと同じ数字だね。もう一つの方は、さっきと数字ちょっと違くない？2ブロックだけ違いが出てるな。これはダメだ、バグだ。それともう一つ、今回は外略図法の設定を変更してみます。今回はこの一番右の設定にしてみます。この設定がどう違うのかというと、例えば今まで通りの場合、こんな風に設計図を設定して稼働させるとその通りに完成します。今度はこっちの設定にして同じようにセットするとこうなります。この違いわかりますよね？今回のは空気の部分もコピーしてくれるということか。その通り、空気のコピーもしてくれるので、水抜きもガラスの中の整地もこれ一つで完成してしまうのです。なんというバランスブレーカー。ただ欠点もありまして、そのまま残しておきたい地面まで綺麗にしてしまうんですね。ちょっとは見た目を気にしたい私にとっては大きな欠点になり得ますが、今回は水抜きと整地をしてくれるメリットの方が大きいので、この設定を使ってみます。ちょっとした解説をしつつ、画面ではガラス運搬用のベルトコンベアを敷きました。3万のガラスを手動で運搬するのはきついからな。そんなにしたら注意が3万になります。それでは稼働開始と言いたいところですが、このままではおそらくえげつない時間がかかることでしょう。整地も水抜きもするから今まで以上に時間がかかるな。そんな折、視聴者さんから有益なコメントをいただきました。外略図法の速度はタイムインアボトルというモッドがブロック加速させられるようになるのでおすすめですよ。はい神ってことで早速導入。基本はモッドを追加することはないけど、今回は便利すぎるから導入不可避だな。はい、こちらタイムインアボトルです。これでいろんなものの稼働速度を上げてくれるのですが、ノーリスクで無限に速度を上げられるわけではありません。制限がついてるのか。これは速度を上げるのではなく、ボトルの中に時間を保管して、必要に応じて保管した時間を使うという仕組みのようです。はぁ、このボトルの表示、必要なのは緑色の文字。これはリアル時間経過で時間が増加していきます。その時に時間を貯めているのです。2分ほど時間を貯めてみました。この状態で稼働した外略図法に使ってみると、明らかに速度が上がってるな。このように貯めた時間を消費して加速させているのです。逆に言えば貯めた時間がなくなったら加速できないわけだな。その通り、それが条件です。3時間放置して3時間分貯めてきました。これでよりスピードアップが可能になります。おお、荒ぶっておられる。ボトルに貯めた時間が多いほど最大速度も上がっていきます。今は256倍速になります。ここで皆さんに謝らなければいけないことがあります。この時間の枷、邪魔です。なので今回はコマンドで時間の枷を外させていただきます。ゲームバランス。コマンドは撮影とバグ対処以外使ったことないのですが、今回は使用で使用します。使用だけに。ここボケるシーンではないぞ。はい、こちら最高速度になります。荒ぶるレベルではないな。かなりの速度で作業が進んでいます。早すぎて火薬なくなっちゃったじゃん。ご安心ください、火薬はまだまだあります。あれ？そんなに持ってたっけ？ああ、これは回収してきたんですよ。ダウト、お前、戦う、嫌い。これ、チート。威力持ってくるの忘れてますよ。これはチートで持ってきたわけじゃないです。じゃあ戦ったというのか。お前が？これ見たらわかります。いや、なんかあちら、簡易トラックタワーになります。仕組みはほんと簡易的なものなのでカットしました。あ、そんな驚くほどのものじゃなかったわ。スポーンした敵を風で飛ばして下に落としてるだけですからね。こんな曲を使うまでもないわ。こっちだな。これの方がもっとダメだからね。ちなみにこれも外略図法で作成しました。材料も高価なものはなかったし、本当に簡易的って感じだな。ちなみに今のうちに言っておきますが、これはいつか解体します。この海の施設が完成したら解体するんじゃないかな。それ結構先じゃね。処理方法は溶岩の熱風でじっくり焼くタイプ。これで腐った肉でもお腹を下さないな。ここが湧きそうで、ここが動力になります。ファンの数結構多かったから風車も結構必要だな。そしてここが回収ポイントですが、火薬以外は海に捨てています。砲塔機だ。これはトラックタワーというよりも火薬回収工場として運用したいのでそうしています。このままだと夜以外動いてくれないので、囲いを作って昼でも敵が湧くようにします。最初からそうしとけよ。この映像が見たかったからね。仕方ないね。これいる？はい、封鎖しました。地面の湧き潰しとか一切してないので湧く速度はそこまでではないですが、海の上なので一定の速度は出てるのではないかと思います。処理はこんな感じで、こんがりしてて美味しそうです。これ火薬に引火しそう。こんな感じで火薬ががっぽり回収できました。そういえば本題はこっちだった。これで高速で動かし続けることができます。火薬ってホッパーで入れれないのかな？
無理みたい。じゃあ保管庫に入れるのは？これもダメみたい。火薬は手動で入れないといけないのかな？まあいいや、おそらく爆速で終わるでしょうから手動でささっとやっちゃいましょう。火薬がガンガン減っていく。はい、完成しました。方針部分激圧になってそう。完成品を確認しに来ました。やはり周囲まで整地されてしまってるな。しかも海の水まで空気にしてしまっているので、これを元に戻さなければいけません。まあでも、整地と水抜きよりかは圧倒的に楽なのでよし。ただ水の仕組みまだよくわかってないので、結構時間かかりましたけどね。こんな感じで水がドカッと設置されていくのは一回だけしか発生させられませんでした。残りは手作業、大変だな。あとは中を明るくして、完成しました。空間です。本当にただ広いだけ。ちなみにもう片方はまだ作業中です。ということで、今回はここまで。次回、ここにいろいろ作っていこうと思います。とりあえず海は作るよね。せっかく水抜きしたのに。ちなみにあそこにチェストがありますが、同じ地図が3枚あるだけでした。いらないな。それではまた次回お会いしましょう。こんな土地何作るんだろうな。